はい、小さめの聖地、朝まで積雪はなかったので残り物の昨日の残り物の雪ですね、まあほんのり残ってるけれども下地は荒れてる感じ。こういうところはやっぱりテレマーク切り替えしていくのは難しくなります。で、ついついこういう場所ではね、ローテーションの動作、要は上半身から先にひねり込んで次のターンに入ろうとしてしまうガチですよね。ついついターンを焦って、そうすると体が先に落ちていこうとするけどスキーは悪い位置に育てるんで簡単にずれてくれないから、体とスキーの向きがバラバラになりやすい。それでまあバランスを崩すっていうことがよく起きますね。でこういうところで、注意してほしいところはやっぱり性質と全く一緒なんですけども、角を外すこと、スキーの角を外していて、次のターンの今の外側ですね、今の外側から次の谷回りに入っていくときの次の内側になる今の外側の角を外すことを第一優先に考えて滑ってみると意外と滑りやすくなったりします。ターンが終わってね、山回りの段階でテレマーク負担が安定しているときに次のことを考える、それは次の谷足、内足になる現在の外側、外足のエッジを一番最初に返そうとする動き、そこに集中してターンをつなげていくと、つながりやすいかなと思います。ちょっとその意識でね滑っていってみましょう。失敗するかもね、急斜面なんで。行きます。この外側を返す、左足を返す、体が行かない、糸を返す、この外足ポイントを返す、外足ポイントを返す、連続したターンがつないでおくんじゃないかと思います。2して2でした。なかなかタフな3人です。